皆さんこんにちは。立前ナビゲーターの高浜原由紀です。私と一緒にストレスに強い心と体を、作り上げてまいりましょう。本日は、ファンソン孔左右陰陽と言われるようなものをね、連行を行います。立ち方は、基本の立ち方、水頭星を参考になさってください。で、水頭星だとこう張るんですけども、水頭星の足幅で立って手は、垂れ下がっているような状態ですね。そして、ポイントとしてはいくつかありますが、有線わかりますよね。足の裏の肉球のこう角の下っていうか、こう足の裏ね、ポコッとこう、これが足の裏だとしたら、こうへこました時に一番へこむあたりっていうイメージですけど、有線、それから膝で、この骨盤周辺をクワと呼びます。そして、中丹田、へそとへその真裏の、まあ、真ん中よりちょっと前ぐらいなんですけど、中丹田の意識を使います。一度やってみますが、ファンソン、力を抜いた状態で立ち、傾けていきます。この時に肩がずるっと外れて、肩の関節がずるっと外れて、指先が床に届いちゃうんじゃないかっていう、そんな感覚です。そして戻っていきます。じわじわと戻ってきます。体重の移動の感覚があるんですけども、左右体重の移動の感覚があるんですけども、それはその砂時計の中で砂が一粒ずつザラ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 ってこう移動していくような、そういう細やかさがあります。肩が外れて床についちゃうんじゃないかっていう感じで、また戻ってくるんですね。で、この時大事なのは、丹田のことを忘れない。丹田のことをこうなんとなくいつも感じている、まあ、軽く丹田に力がこもっているような一種丹田と言いますが、その、心持ちが常にあるということ。で、それから、足の裏有線ですけども、これが足の裏だとして、こう有線がこうかちょっとカップみたいになってて、でペチャーって広がっているよりは、ちょっと中々にここのくぼみの有線の部分がちょっとこうなかなかになってるような感覚なんですね。あんまりべちゃーってこう拾ってしまうというよりは少し。で、有線を傾けないっていう言い方をするんですけど、こういう風になっちゃうと、足の裏がね、こういう風になっちゃうんじゃなくて、しっかりこう足裏でこうスタンプをこう床に向かって押してるみたいに、こうずっと捉えてる感じは、状態が傾いても、その足裏で有線で床を捉えている感覚はそのままなんです。そこがポイントですかね。そしてもう一回やりますが、ずる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 と肩が外れて床に つきそうだわっていう風になるわけです。で、戻ってこよう
とした場合ですね、戻ってくる感覚を丁寧に取ります。足裏を押す、床に向かって足裏をぐっと押す形になって、その力が膝に伝わり、クワに伝わり、丹田に戻ってくる。ザラ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 ってこう砂が移動していくような感じ。肩が外れて床につき、つい床にくっついちゃう、床についちゃう感じになって、また戻ってくる。この時にまずは足裏優先で重みを感じて、それが膝に戻ってきて、クワ、丹田、ズル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 、肩が落ちていく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 、肩関節が外れていくような感じ。で、足裏、膝、クワ、へそ、こういう足裏から膝を伝わって、こう足裏から膝を伝わってクワに戻ってきて丹田って、こういうことを繰り返しています。伸び上がってくるとき、こう、まあ、大げさに言うとこう伸び上がってくるときに、スーッとこう体は伸び上がるんだけど、スーッとこう丹田に向かってちょっとこう体内で降りていく感覚があります。伸び上がりながら、伸び上がるんだけど、ここはうーっと丹田に向かって降りていくような、そんな感じです。で、足裏はこの傾けていく方の足裏が重くなるときと、あとこうこっちの方が重く感じられるときとあるんですけど、それはどちらでも大丈夫です。傾けて、で戻っていくときに、このこっちの足で踏むようにしてもいいし、反対側の足で踏むようにしてもいいです。練習だと思ってこっちで踏んでみたり、こっちで踏んでみたり、両方大丈夫です。丁寧に丁寧にこうぐーっと入っていって、また戻るっていうことを繰り返していくことで、足の裏がこうずーっとこう床に差し込んでいく感覚が生きてきます。これを生きる根っこと書いて生根と言います。グラウンディングで大切なのは、ズボーッとこう床にズボーって入っていく、そういう感覚なので、この生根の感覚を連行から取るようにします。